どうも、バルコンです。今回はまた Amazon から漫画が大量に届いたんで、こちらの開封&紹介やっていきたいと思います。本当はもう一箱は3日後ぐらいに届く予定だったんですけど、まあ多分いつも買ってるんで、早めに届けてくれたんですかね。じゃあまず一箱目開けていきます。新しい漫画ばっかりなんで、最新漫画探してるっていう方はぜひ最後まで見ていってください。じゃあいつも通り上から見ていきましょう。まず一冊目はこちら。ダンジョンシェルパー、迷宮道先案内人でいいのかな？第1巻。ダンジョンファンタジーのコミカライズですね。まあ、簡単に言うと主人公は迷宮の案内人の仕事をしてて、で、こう冒険者たちを案内していくんですけど、で、一応物語のスタートとしては、今回、迷宮の一番深いところまで、まあ、行くことになったっていう、まあ、そんな感じっぽいですね。なんかこれ表紙がすごいいいなと思って買いました。良くないですか？まあ、どっちが主人公かわかんないけど、まあ、ここになんか怪物の骨とかあったり、まあ、ヒロインもちゃんといますね。面白そう。続いて2冊目。ちょっと教科書を買ってみました。こちら。復讐の教科書第1巻。いじめる奴はただのクズ。クズの掃除方法を教えます。掃除のやり方を学べる教科書ですね。主人公はいじめられてて、いじめてくる奴らから屋上に追い詰められて、足を踏み外してしまいって書いてますね。ってことは多分落ちたっていうことだと思うんですけど、落ちて蘇って復讐していくみたいな感じなのかな？なんやろこの仮面、なんか眉毛が2本ずつあるみたいな。続いて3冊目がこちら。イモータルプリンセス始めました。第1巻。お嬢様 JK ダンジョンでゾンビから姫様にクラスチェンジ。これもコミカライズですね。原作は全然知らないんですけど、なんか表紙買いしました。金髪お嬢様の密かな趣味はオンラインゲーム。なんかこれソードアートオンラインみたいな感じなんかな？そのゲームをしていくっていう話ですかね。なんかダンジョンでアイテムを拾ってゾンビから姫様になったっていう感じみたいです。そのアイテム拾っただけで急にゾンビから姫様になれるんですかね。続いて、メーカさんは押し殺せない第1巻。ニコニコ星が700万再生突破。女子高生メイドの隠しきれないラブコメディっていうことで。まあ、メイドさんのラブコメものですね。なんか表紙見た感じキャラ可愛かったんで買いました。まあ、これは癒し枠としてちょっと楽しみですね。続いて5冊目がこちら。覆面の羊第2巻。これも1巻がすごい面白かったんで買いました。サスペンス的な感じで、クローンを作ってる研究所があるんですよ。で、そこで働くヒロインが主人公の漫画ですね。まあ、これ紹介動画出してるんでよかったら見てみてください。続いてこちら。来ました。ガンニバル第7巻。彫像のバベルの作者の、最新作ですね。累計25万部突破っていうことで。お、ついにこの二人がこうくっついてますね。いや、これもね、かなり今盛り上がってると思います。かなり面白いですね。続いて、こっちを開封していきたいと思います。7冊目がこちら。寄生列島第1巻。この島では誰も信じるな。生贄投票っていう漫画の、作者の最新作らしいですね。生贄投票は読んだことないんですけど、まあ、サスペンス漫画かな。この主人公がある島に引っ越してきて、で、そこで事件が起きていくみたいな。後ろに目があって突き刺さってんのかわかりませんけど、その事件の原因が寄生虫らしいですね。寄生虫のこういうサスペンスは前にも読んだことあるんですけど、結構面白かったんで、まあ、これも楽しみですね。じゃあ次、2箱目開けたいと思います。じゃあ2箱目の1冊目、こちら。的聖兵のスレイブの第5巻。赤目がキルの作者の最新作ですね。これは多分かなり有名だと思うんですけど、かなり面白いですよね。絵もすごい上手いし、やっぱりそのヒロイン同士のバトル系の漫画って面白いですよね。今回は主人公の主と主人公のお姉さんのバトルっていうことで楽しみですね。キャラ的にはどっちも好きです。ちょっと反射してたんで電気消しました。続いてこちら。先輩が僕を取りに来てる第1巻。これで取りに来てるって読むんや。これもラブコメかな？あ、これ男なんだ。ヒロインにも見えるけど、説明によるとめちゃくちゃスタイルのいいお嬢様と
小動物系の、まあ、主人公のラブコメみたいですね。まあ、このお嬢様がセクシーに迫ってくるみたいな感じかな。続いてこちら、僕と君の二重探偵第1巻。二重探偵？別にそんなに二重にも見えないけど、なんかこの二重が目に入らぬかみたいな感じですかね。まあ、これはミステリー漫画ということで買いました。まあ、クラスメートの一人が行方不明になって、まあ、それの真相に迫っていくっていう話ですね。で、これどういうことやろ？この帯にまた別のキャラクターが教師に殺されたって書いてますね。なんかいろんな事件があって面白そう。続いてこちら、空腹な僕ら第2巻。まあ、これはゾンビものなんですけど、ゾンビ側の視線で書いてあるゾンビ系の漫画ですね。あの、アイアムアヒーローの作者の花澤健吾先生が絶賛っていうことで、まあ、この主人公もゾンビなんですけど、扱いがすごいかわいそうなんですよ。続いてこちら、どうやら僕の花嫁は女騎士団なようで第1巻。これは逆異世界ものということで、まあ、異世界からそのヒロインたちが主人公のところにやってきたっていう感じみたいですね。で、花嫁バトルロワイヤルっていうことで、まあ、ハーレムもので、その誰かが主人公のお嫁さんになるっていうラブコメですね。続いてこちら、異形エステティック第1巻。これはなんか、あの、前押し切り先生が連載してた妖怪マッサージに似てる感じだったんで買いました。まあ、この人間じゃない、まあ、怪物って言ったらいいのかな、がマッサージしてくれるっていう話で、その妖怪マッサージがすごい、あの、好きだったんで買いましたね。なんか読んでてリラックスできるんですよ。続いてこちら、神なき世界の神様活動第2巻。これ1巻と表紙の雰囲気が全然違ったんで、最初気づかなかったんですけど、まあ、異世界での宗教コメディですね。これもかなり面白いです。続いてこちら、妖怪戦争第3巻。これ今回帯ないんだ。 1,2 巻は帯ちゃんとありましたけど、これは主人公が一時的に異世界に飛ばされて、そこで妖怪を倒さないと戻ってこられないっていう、まあ、デスゲーム系かな。まあ、今回はこの雪女を倒すっていうことみたいですけど、なんか見た目的には一番こう、あんまり怖くないというか、まあ、どんな感じで倒すのか気になりますね。じゃあ今回ラスト。ラストはこちら、高校事変第1巻。女子高生 VS 武装テロ組織っていうことで、これもサスペンス系かな。まあ、学校で武装テロ組織が襲ってきて、まあ、その人たちに一人の女子高生が挑んでいくみたいな感じですね。まあ、サスペンスとはまた違うかな。もうこれも一応元は小説らしいですね。ちっちゃ！見てくださいこれ。この余白。もうちょっとこれ大きくやっていいと思うんですけど。はい、ということで、今回は16冊の開封&紹介でした。まあ、今回結構あの新作も多かったんですけど、気になった作品あったらぜひチェックしてみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで、漫画とかアニメの紹介動画定期的にアップしてるんで、漫画アニメが好きっていう方はよかったらポチッとチャンネル登録して漫画紹介部に入部してみてください。ということで、さよなら。